どうも高井です。自己顕示欲は強く、部下を召使いのように使う人は退職後 100% 不幸になります。なぜでしょう。これらの本をベースに話していきます。そもそも人というのは権力を持ってしまうと無意識に魔法の杖のように使いたくなっちゃうんです。その魔法の杖を持ってしまったがゆえに、会社とかで仕事をして、ああ疲れたって家で帰っていくと、その自己顕示欲の強い人というのは部下の悪口を言ってることがあるでしょう。 100% そうとはいきませんよ。で、悪口を言う相手が部下であるうちはまだいいんですよ。会社の方では部下に直接言ってないでしょうからね。ですが定年退職した後、もしくは退職した後というのは、その悪口の矛先は家族へ向かう。たまったもんじゃないよね。家族へ向かうっていうことは、家族に嫌われるってことなんですよね。言う相手がいなくなって家族にぶつけて、家族に嫌われて、一人ぼっちになって、一番最後のその自分自身への振り向ける、過ちに振り向けるという機会っていうのは、病院のベッドの上になっちゃうんですよ。病院のベッドの上に来た時に、家族はちゃんとお見舞いに来てくれるんだろうか。寂しくて寂しくてたまらない。で、ベッドの上に寝てる時に聞こえてくるのは、もしかしたら遺産相続の話かもしれない。そしたらその自己顕示欲の強い人にとってはすごい地獄だよね。でも、振り向ける機会って少ないんですよ。嫌われれば嫌われるほど、周りから自分自身にとって、さささーっとね、海の潮のように去っていってしまう。そうはなりたくないよね。少しでも心当たりない人は、これらの本を読んだ上で、こういう本を読んで自分自身を磨くことをお勧めします。私のアカウントでは話術に関する動画も撮ってるので、そちらのコンテンツを視聴するのも一つとかもしれませんよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。